KH2002 カイバーはイランのブルパップ方式のアサルトライフルである。名前の由来は629年にムハンマド率いるムスリム勢力とユダヤ教徒勢力が戦ったマディーナ北部のオアシスであるカイバーから取られた。防衛作業機構で開発された。2003年にイラン陸軍に採用され、2004年にイラン陸軍への配備が始まった。 使用弾薬は 5.56X45mm な当弾で M16 のスタニヒマガジンに告示した弾倉を使用する。イラン陸軍は中国の中国北方工業工師が M16 をコピーした C 級シリーズを入手しており、使用弾薬を含め KH2002 の設計にもこれらの構造が流用されたと考えられる。全体の設計はブルパップ式で、 キャリングハンドルはフランス陸軍が保有する FA マスに引き金周辺はステアオーガストに告示している。画像リンクの画像では銃剣とともに展示されており着剣が可能である。ただし全長の短いブルパップ式ライフルのため白兵船では不利である。また2脚を装着することが可能。イラン陸軍に配備され、 パフラビーアから運用されていた H&KG3 やイラン革命後に導入された AKK ライフルを代替していると考えられるが、具体的な配備状況、生産数は不明である。ありがとうございます。